やっちゃうよラジオでーす。ということで今日もやってくんですけれども、今日はね、展開からの生マルチということで、まあもしかしたら沼が待っている可能性も、まあそんなことはないと思うんですけどね、まあないと思うんですけど、沼が待っているかもしれないので、もう最初から決めておきます。最大でも4000しかやんないです。で6500いったら終わりにしますということで、まあ早くて3000、遅くて4000みたいな感じで、まあ行きたいと思います。とりあえずね、いやー展開か、結構今回のシーズン早めに行けて、俺今まで展開行った時はそのなんだろう205位とかなんかギリグロ入んない時とかに結構行ってたんですよ。なんでなんだろう、まあ多分グロ圏内で行ったのは初めてなんじゃないかな。うん、109位かな今回さっき見た時なんで、まあその100番目ぐらいの時に入れたんで、まああれですね、結構まあデッキが強いっていうのもあります。正直デッキが強いですね結構。おお、いやー6404か、あんますね、あんますえんですね。めっちゃ集中していきます。多分喋んないかもしれないですね。とりあえず20秒経ったんでゴースト、プリンスか、1枚で削っていきます。うわ最悪だ、マジかよマジかよお前、マジか、これダッシュする前に最悪っすね今の。こうプリンセスが全部美味しくいただかれそう。ジャイカ、うわーこれエリアドやばいっす、えげつないほどエリアドありますね相手に。これ墓石から出るスケであいつの突進一回止めていきますね。突進止めてタイマンっすね、ここで丸太で、いやマジかー、これ多分おられますね。うん、おられた、いや無理だな、おられる。いやーきちいっすねー。前になんか足してもよかったんですけど、多分ファイボ来てたんで、アウトローセパしていき、あっちはどちらにしろ降りたいですね。まあ言うてエリアで多分2、3取ってるんで、相手も無視してくるところうまいですね、正直。あ、もう1マス右だった。これ、通んない。全然通んないな。あ、当たってねえし。やべ、これザップ打たれそう。そうだよね。結構だるいっすね。よいしょ。よいしょ、守った。やだー、これ折れる、金折れる。あー、危ね、危ね、危ね。やべ、金折れる、金折れる。あと一発いったら金折れちゃう。やべ、あーえーいやー、最初のマチャチャっすね。あれ、マジ、もったいねー。マジか。最悪だ。最悪。もう最悪。あー、最悪。もう最悪、ほんとに。最初のマチャチャー、あれ、生きてたらだいぶでかかったっすね。うわ、マジか。よろしくと。これはめっちゃ知り合いですね。枯渇三重士なんで、どうしようかな。これ言うて上手い人、日本でも何人かいるんですけど、枯渇三重士上手い人がなんですけど、やっぱ持ってかれるんですよね本当に。はい、これ切ってくる。いやーうざいっすねその立ち回り。ゴーストは絶対温存したくて、ザップカット2枚で、2枚だよな。
2枚で回るんで、いやーマジかよ、最悪だこれ。いけ、くー無理だな、ここっすね。顎切ったんで多分普通にこのタイミングで、マジでちゃう。おい、読んだ通りですね。オッケーオッケー。オッケー、これで相手は無視せざるを得なくて、これで1本折れます。ただ、こっから決算重視展開されるんで、くっそだるいですね、正直。まあでも、相手ガゴムレ切って丸太温存、俺、次の丸太持ってるんで、ゴースト切ってもギャング攻めがそんな怖くないんですよね。あー、これ来るな。来ない。やべ、外した普通に。あぶね。やべ、ちょっとやべ、あぶね。オッケー、これはねロイフグでいきます。こっち折られてもいいんでゴースだけで対応していきますね。いや、さすがいいザップっす。あー、丸太いらんかったな、これ。来ると思ったな、マジで。いや、マジか、負けた。うわー、マジか。いやー、俺が甘かったっすね、今の。丸太とかいらんかったっすもん、絶対。打つなら最初に打たないとダメっすね、今の。うわ、最悪だ。うわー、2連敗。やばい、やばい、やばい。ちょ、展開には攻めて戻りたいな。ちょ、待てよ。落ち着け、俺。落ち着け、俺。やばいっすね。いやー、でもうまいな、ほんとうまいってか。いやでも今の俺甘かったしね、ポイズンとか絶対いらなかった、そんなあそこで。相手からしたらボーナスタイムっすよね、ほんとに。やっちまったなー、イモればよかった、もっと。いやー、無駄に攻めて死にましたね、マジで。もったいねー、弾折った時全部残ってたっすもんね。いやー、相手もね、墓石に穴掘り飛ばしてきたり、相当しんどかったと思うんですけど、うわー、結構下引いたな。これ負けたら35ぐらい持ってかれるっすね。35じゃないか、37ぐらいか。とりあえず慎重に行きたい。まあ、墓石にはゴーストっすね。とりあえず、この位置でマジアチは届くんで、マジアチはしていき、この位置にコウモリ構えてるのはあれっす。これ建物ないんでこれでいきます。よいしょ。あ、これ見出すね、多分。こっち無視していき、アド取りまーす。多分3発ぐらい食らうんですけど、これの方が多分相手からしたらうざいっすね。相手コウモリしかないから、多分何もできないと思うんですよね、これ。あー、食ったか。ここで墓石の隙に殴らせつつコウモリで処理します。 OK。 でこの距離、この位置に置けば、いや、マジか、マジか、当たんねえし。
なんなら当たんねえし。あっち入るかな。入れてからアウトロー。多分相手エリないんで今。アウトローっすね。これマジ殴り合い。でも相手ポイズンなんで呪文が。これでいって。とりあえずアウトローで全部受けますね。これ切られたらガールまで処理されてだるいんで、これちゃんとポイズン打っていきます。後ろだ、後ろ殴れ、後ろ、よしよしよし、よけた、よけた。よいしょ。あ、ポイズンですね。ちゃんと、マジアチを消していかないと、後々マジめんどくさいんで、ここボス来るんで、マジアチャで。ボス消えたらコウモリ行くんで。あ、マジアチャ出せば勝ってましたね、今。ショット、よいショット。まあこれはほぼ勝ちですね。俺がミスらなければ勝てますね。こっちに打っていって、これもうこれゴーストが来るんで丸太ゴーストが来ます。はい、まあ、あとマジアチャされない位置に出していって、ポイズン出して終わりっすね。あの位置から打っても届かないんで、端に寄せればだからマジアチャ対策にはなるんですね。あぶねー。言うて結構吸われて吸われてのプラス23だからめちゃくちゃ渋いんだよな。3130かならまだ取り返せますね。4戦って言っちゃったけど、ワンチャン5戦ワンチャン5戦いけそう。これ次勝ったら5戦目いきます。まあ言っちゃったんですけど、まあ、温まってるんでね、こっちとらこんなはずじゃなかった。開幕2連敗する予定はなかったんですよ。もう俺このデッキ本当に何だろう、勝率マルチでしか使ってないのに勝率 72% とかだったんですよ。なんでもう余裕じゃんみたいな。俺もう展開いったにもかかわらずもう余裕を持て余しとるやんみたいななってたんですけど、なんか普通に負けた。これとりあえず待ちっすね。40秒まで待ちます。俺はあーだるいだるいだるい、あーだるい。あーならまだよかった、まだよかったっすね。これここで攻めてもこれ全部守られてカウンターぶっぱされるだけなんで、あこっちにでもつけてよかったっすね。やることね、やることがねえ。突進だけ止めてアウトロー行きます。やることがねえな。さては、いやあれは自陣まで。よしよし、これはおいしい。ダックプリか、プリンスじゃないだけ全然やりやすいな本当に。やべ、ああ最悪だ。丸太とか打たれて延命されそうだな。墓石が消えるまでこのプリンセスは、キャーやばい、地獄ほど延命されてる。これ無視しかないな。やば、最悪だ。あのおしゃれぶったマジアチャがやりましたね、完全に。てかプリンセスになんならポイズンの時はよかったですね。最悪ですね、マジで。いや、これクソ相性いいっす。あ、相性良くはねえけど、そんな良くはねえけど、言うたら俺の方がいいっすね。ダクプリがいるんですげえめんどくさいんですよね、正直。
後ろからちゃんと殴んないとあれが入っちゃうんで、 OK、 これはいける。アウトロードができそうなんで、ロケッツか、貴様そのタイプか。これプリンセス警戒含めての、OK、 こうなったら割と俺のペースではありますね。相手は何もできないんで、プリンセスにポイズって言って、お前ちょっと打ってほしいんで、ポイズンと。めっちゃ高回転回してますね。オッケー、おいしいおいしい、くっそおいしい。これ中出る、カシマイプリン来そう。出たー、そういうやつ出てるわ。なんなら出てるわ。やべ、ちまって、最悪最悪最悪、あっぶね。コウモリ先先行させて、インフィのタワー壊してから、で、こっちぶっ破してくるんで、丸太切ったんでこっちにぶっ破していき、よし来た、よっしゃワンチャン掴んだ。危ねえ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 。そう、あのね、めっちゃやばい時の考えて、どうやってワンチャン攻めを通すかを考えるのがめっちゃ大事ですね。そう、そういうのがあの X-BOW マスターとかがめっちゃ強いんですよ。ラストいきまーす。ちょっと温まってしまったんでね、20分超えて動画ボツにならなければいいけどな、それだけが心配ですね本当に。まあ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 、しゃーなし、正直しゃーなし。まあ展開からの生マルチなんで、まあ4戦で終わるわけにはいかねえなみたいなとこありますね。こう買って、まあ、美味しく仕上がるみたいなところはあります。まあまあまあ、あと一戦お付き合いください。まあね、展開からの結構、いやー、ミスも多かったっすね。ただ多分相性がいい分、ファイボだったらきつかったっすけど、相手もちょっともう、あ、これ攻めとんねんな、つって、無理やり手札回してバレる。お、6号さん、これ、勝ったら40ぐらい吸えますね。やばい。絶対勝ちたい。でもハンターってなんかめっちゃ当たったんだよな。なんだっけな。ジャイ違うな。ジャイか。いや、違うな。ジャイと同サイドにハンター、ゴースは絶対違う。とりあえずこっちにファイボとか探したいんですよ。うわー、一番めんどくせえ、その受けが。あー、ダメだ、死んだ。これダメだな、やばいな今の。これ真ん中アウトローで受けるしかないですね。よいしょ。ひー、できるだけアウトロー残せたけど、ここでだよな。スケだけで受けられるとか一番嫌っすね本当に。これギリ入ってないんで、セパしていきまーす。オッケーオッケー。あれメガゴ先行してくるんで、先行するよな、さすがに。オッケーオッケー。なんなら死ぬ。オッケーオッケーオッケー。で、アイスピン無駄。ボスでキングを殴っていき、これ多分相手スルーだんだよな。さすがに。え、しない？これ貫いて一本降りてえな。これで焦らしていき、地味に通ってる、地味に通ってる。
ガンフリ。うわ、マジか、だる。クソだるいですね、これ。あー、死んだー。これ死んだくせ。これ、穴掘りだけ拾っていき。ここ穴掘り拾わないと死ぬっすね。これを投げないとダメだな。あ、これでも折れる。いやー、渋いなー。もうキング狙うしかないんですよね、正直。あ、終わった。一応キング誘導するっすけど、いやー負けたなーこれ。あー無理だ。くそー。まあそうっすね、そんな甘かなかったっすね。いやー最初のゴーストで全部ジャイの同サイド持ってかれて、あそこでゴーストを3コスほぼ上げたようなもんで、でロイフグも1コスでやって4アド取られて、まあ計7アドで、もう本当にそんなにってぐらい攻められて、コウモリとマジェセンザップ打たれてボロボロだったっすね序盤。ただ後半1本頑張っておったんですけど、ダメでしたねやっぱり。いや強い、強かったな。まあそんな感じですね。結構まあ展開からの生マルチ、これをもう無限に繰り返していってトラ上げていくって感じです。ということで、まあもう少しねトラ上がったり、またちょっとデッキ変えたりとかね、まあ生マルチ展開より落ちることはそんなないと思うんで、またもうちょっと上がったら、まあ、定期的に生マルチ動画も出したいなと思うので、まあぜひチャンネル登録と、あとね、毎日、本当に、今のところ続けて2本投稿できているので、毎日2本。まあ、とは言わず1本でもいいんで、見てくれると嬉しいです。ということで、今日この辺で、お疲れ様でした。